今シーズン初先発1アシストという結果を挙げました。この結果受け止めていかがですか。まあ、個人的にゴールっていうのを狙ってたんで、まあ、アシストでまあ嬉しいですけど、そんなに嬉しくはないというか、まあ、勝てなかったっていうのが一番の悔いかなと思います。その中でなかなか出番がないというシーズン、悔しさもあったと思います。これまでどういうモチベーションで乗り越えてきたんでしょうか。そうですね、やっぱりコーチの人たちだったり僕の周りの人たちがすごいいい声をかけてくれて、まあ、絶対チャンスは来るから、まあ、自分のために、まあ、ひるまずにやるっていうふうに、チャンスが来たら絶対に結果を出すっていう気持ちで常にやってたんで、まあ、アシストでしたけど、まあ、一応結果っていう形には残ったんで、まあ、あとは勝てればよかったかなと思います。もうシーズンも後半になってまいりました。これからも戦い続きます。最後に意気込みをお願いします。そうですね、まだ J1 狙プレーオフ狙える位置にいると思うんで、プレーオフ行ってでみんなで J1 行けるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。